どうも、ハイチです。今回は高校時代の恩師である松崎先生に17年ぶりに会って対談をさせていただきました。少し長い対談になるんですが、よかったら最後までお付き合いください。どうも、ハイチですって言わなくて大丈夫ああ、どうしようかハイチしっかりしようってなりそうだけど、なんかこれなんか大きさが違うと変かね。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫、先生。はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。あ、先生の前でこれを言う日が来るとは思いませんでしたけど、そうですね、申し訳ないんですけど、簡単にちょっと自己紹介をお願いしていいですか。あ、はい。今、館林女子高校というところで、はい、7年目で、数学を担当しています松崎と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ハイチ君は、はい、僕の大切な宝物です、ね。高校時代に、ハイチ君は高校時代に、はい、僕が数学を担当させていただきまして、はい、数学はね、3年間こう持たせてもらいまして、はい、本当に幸せでした。いや、ありがとうございます。はい、そんなつながりがあります、はい。YouTube 始めてもうちょっとで丸8年になるんですけど、うん、もう始めた頃からいつか本当先生に、まあ、自分がこうやって頑張ってる姿を見てもらって、うん、まあ、本当にこう対談しようなんて思ってなかったんですよ。うん、そんな夢叶うと思ってなかったんですけど、でもいつか直接お礼を言えるように頑張ろうと。うん、で、最初の頃は名前出さなかったんですよ、先生の名前。うんうん、数学の先生にお世話になってましたって言ったんですけど、うんうんうん、これじゃあ拉致があかんと思って途中から怒られてもいいやと思って名前を出すようにしたんですよ、うんうん、松崎先生、うんうん、ありがとうございます。で、なんかそれがですね、今回生徒さんが見てくださって声をねかけてくれて、こうやってつながることができたので、本当にさすがにありがたいです。いや、ありがとうございます。本当にうちの生徒がなんか、はい、まあ、松崎先生の教え子で、はい、なんか先生やってたりする人いますかって言われたので、いや、有名な YouTuber はいるよっていうことで、はい、で、まあ、ハイチのことを話をしたら、はい、非常にこう分かりやすくて、はい、素晴らしい授業だっていうことで、はい、まあのめり込んでったんですね、その子は。はい、そして、まあ先日ハイチさんにこうメールをしてくれて、はい、それによって私が最終的にハイチにこうメールをすることになって今日のこのような、はい、本当に夢のような、いや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 、夢のようなこちらのセリフです、先生本当にいやいやいや、本当に夢のようなこういう話ができて、まあ、僕は会えるだけで十分幸せなんだけども、はい、こうやって話をすることができて、はい、とても幸せです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、直接自分からも聞いてみたかったのが、うん、実際まあ先生3年間お世話になって、まあ、担任持ってもらったのは最後だけでしたけど、うんうん、3年間数学教わったじゃないですか。うん、先生から見てて どうでした自分、その高校生の時ってなんか印象残ってます、ね、残ってます、だいぶ。本当ですか。うん、ね、僕がやっぱり1年生の時数学を担当させてもらった時に、はい、あ、この子はできるかもしれないと思ったんです、最初ね。はい、で、ただ神経質そうな感じで、はい、僕の、まあ、くだらない授業でも笑ってくれるんですけど、はい、どことなくこう心の中が斜に構えてるような感じを最初受けて、はい、これもう1年生の1学期ぐらいですね、授業で。はい、だけども、まあ、自分はね、やっぱり生徒のいいところをできるだけね、こう見てあげて、はい、良いところを引き出してあげようというふうに、まあ、自分なりに努力するんですけども、はい、それに、まあ、配置は応えてくれて、頑張ってきてくれたわけですよ。はい、それで、まあ、2年生、3年生となるにつれて、まあ、3年生になっても僕が担任をさせてもらった時には、はい、なんていうんかな、こうぎこちなかった笑顔が、なんていうか、はい、こう自然な笑顔になってったような感じがしたんですよ。あ、本当ですか。うん、そう、自然な笑顔になってったら、まあ、僕はね、はい、授業の時はね、まあ、大体こう盛り上げ役がたくさんいますから。あ、そうですね。で、はい、大体指名するのはですね、大体そういう盛り上げ役を、大体ハイチのような、はい、こう真面目にこう大人のこう指名しないんですけど、あまり指名しないんですけども、はい、うん、まあ、大体盛り上げ役を指名することによって授業が盛り上がって、うん、ハイチはそれに対して嬉しそうに笑って
だそういうね、はい、あのそういう子が多かったよね、はい、なんかそういう盛り上げ役が多かったの で、ね、非常に楽しい授業ができたかなと思います。うん、うん、まあ、あのやっぱり大人だったんで、ね、3年生になると、まあ、1年生の時からこう、はい、なんていうかな、こう友達もいて、まあ、はい、大人だったなっていう感じがします。ちょっと繊細なところは ね、 そうですね、あるけどね、あるけども、ね、はい、うん、あの非常にこう笑顔が素敵な爽やかな青年だったなっていうイメージ一番強いですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。一番強い先生ね、うん、こう教員歴も長いのでいっぱい生徒さん見てきてるわけじゃないですか、はいはい、その中でもうそのエピソードが出てきただけでももうなんかお腹いっぱいですもん。ありがたいです。いい、いや本当に。いい、うん、だからといってね、こうなんていうかな、はい、こう目立とうっていうか自分から前に出ていこうっていう感じじゃなくて、そうですね。こう周りをもうこう本当に気を使える周りをこう温かく見守る大人だったなっていうのが自分の印象なんです。本当にありがとう。いやいやいや、本当にね、助かります。まあ、そういう子たちがね、温かい子たちが多かったからね。そうですね。うん、だからまあ、クラスも楽しかったんじゃないかなっていう感じがします。そうですね。すごくバランスが取れてたなって、うん、まあ、なかなか上から目線であれですけど、本当にそう、おっしゃったように本当盛り上げ役がいて、うん、それを周りから見てる人間がいて、うん、でそこが別に派閥があるかっていうと、そういうこともなくて、そういうんじゃないんだね。そう。なんか男子校でみんながワイワイバカしてたなっていう。先生の授業に触れてから、うん、こうね、まあ、先生の見方というか教師っていうもの自体への考え方もすごく変わって、うん、で本当に先生がいなければ自分は教育を目指そうとは思ってなかったですし、うん、もちろんね、こう厳しいところもありましたけど、うん、授業とか中でもちろんありましたけど、はい、うん、でもなんか厳しさの中で、例えば先生覚えてらっしゃるから体育祭で、うん、先生あの自分で T シャツ作ってきて走ったの覚えてらっしゃいます？自分で T シャツ、あ、自分じゃないのかな、でも手作り T シャツを着てですね、うん、先生あの教員リレーを走ってらっしゃったんですよ、うん、あの星野監督のこのデザインを印刷して、あのだるまが、多分だるまかなんかが、よく分かってますね、僕は星野監督が好きだったので、そうですね、はい、星野監督の T シャツを着ながらだるまを持って走った、はい、走った、よく覚えてますね、覚えてます、え、めっちゃ覚えてますよ、本当になんか自分がすごい先生の好きだとかいっぱいありますけど、まあ、授業が本当に分かりやすかったとか、うん、それもそうですし、すごく印象的だったのがその厳しいとかっていうところと、その笑わせてくれる面というかもあって、うんうん、あ、こういう一面もあるんだっていうところ、自分はそういう笑わせるができないので、あまり、そんなことないです、なので、あ、すごいなってところと、あと一番すごく印象的なのが、先生って、まあ、もちろん当時からお忙しかったと思うんですよ、うん、でもまあ、国公立理系にいたので、いろんな人が質問に行くじゃないですか、数学、はいはい、うん、先生絶対に答えてくれるんですよ、うん、多分一回も断ったとこ見たことなくていえいえ、誰かがですね、え、松崎わかんねえんじゃねえみたいなことを言って、早稲田の過去問をですね、突如振ったんですよね、うん、そう、授業終わった時に、うん、それをその授業時間ないのに、休み時間に黒板に全部スラスラっと解いて、これで合ってるかって言って、合ってるよってなって去っていくみたいな、あ、そんなことあったんですかね、ありました、ありましたなんか自分の中ではやっぱり先生いろんな方いらっしゃいますけど、うん、まあ、どうしても、まあね、忙しいってもありますけど、こう、まあ、ちょっと生徒がこう頼った時に無下にされるっていう、うん、そういう先生もいらっしゃるっていう印象が強かったので、うん、自分の中では衝撃だったんですね、うん、どんなに忙しくてもこの人答えてくれるじゃんみたいな、うん、で、まあ、そういう姿を見ていく中で、自分の中でやっぱ中学の時に教師なんてクソだみたいなことがあったんですけど、うん、でも、あ、そういう人ばっかりじゃないんだって、うん、で自分がさっきでも見抜かれてましたけど、車に構えてて先生のことを、教師全体も車に構えてて、うん、でも気づいたら本当松崎先生が言ったことは、もう先生が右と言ったら右だったんです、俺の中では。だから先生が3年の時にお前は予備校とか通わなくていいっておっしゃったんですよ、うんうん、俺が言ったことをやってれば受かるからっておっしゃって、うん、で偏差値俺20ぐらい足んなかったんですよ、多分あの頃まだいやいや、もともと専門学校志望してて変えちゃったので途中から、うんうん、でもそうおっしゃっていただいたんで、学校で配られたワークを多分繰り返し多分何十周ってやって、うんうん、で本当に現役でね、学芸受からせていただいたので、うん、すごいなって思ったんです、うん、先生一人の存在でここまで自分が変わるんだっていう、いえいえ、まあそれだけの力があったからね、違います、いやもう本当にだけど数学にしても英語にしてもね、はい、だいぶ力があったから、だけどあのクラスは本当にできる子が多かったからね、そうですね、だからその中で、はい、まあ、の一人だったんだけども、はい、まあ、周りにやっぱり環境ってすごい大事だなと思うんだけども、うん、こう一生懸命頑張る子の中で、まあ、配置も本当に最後まで
最後まで本当に最後まで一生懸命やってくれたな、はい、僕もあのこうハイチのね、はい、動画をこう見させてもらって、はい、まあ、東京学芸大学前期で落ちたっていうね、はい、だから僕はあの時すごいショックで、はい、ハイチは受かるなと思ってたんです、はい、ただやっぱりね、なんていうかな、こうさっきからちょっと話してるけど、こう繊細な部分っていうかね、うん、神経質な部分もあったのかなっていう、まあただ最後まで頑張ってくれればいいと思って自分は、はい、まあ、最後まで頑張ることが一番大事だと思ってたので、はい、うん、ハイチがあの動画の中で、まあ、前期試験落ちた中でこう後悔が2つあると、はい、でやっぱり最後まで頑張れなかったっていうのが一番の後悔だっていうふうに、うん、あ、やっぱり分かってくれるんだなっていうことが非常に、まあ、動画を見て、はい、その当時のことを思い出して、はい、うん、今に至るんだなっていう、それが生きてるんだろうなっていうことを感じて、とても僕は嬉しいです、はい、うん、で最後本当に学芸大学にこう後期で合格してくれて、はい、本当に嬉しかったのを覚えてます自分は。いや、ありがとうございます。あ、でも前期落ちて、まあ、志望校を変えるかやっぱ正直迷ったんですよね、うんうん、あの時は、うん、まあ、軍大と最大の教育もあったので、うんうん、でも多分先生に相談行った時に、え、変えるわけないよなみたいなあれみたいな、俺の悩んでた時間何だったんだろうみたいなぐらいに、うん、でもそれは個別に突っぱねて言われたんじゃなくて、うん、お前なら受かるって思ってるから言ってんだぞっていうのがすごく伝わってきたので、うんうん、だから、いや本当に前期自分が体調崩したせいもあったし、やりきれなかったんですよ、や、うん、最後ね、出し切れなくて終わってしまったんで、じゃあ後期ね、まあ本当あの時 50% ぐらいだったと思うんですよ、うん、正直、ね、うん、だと思うんですけど、うん、まあ、でもひとまず先生がそう言ってるなら最後までやりきって、うん、ね、やっぱ恩返しはしたいなって本当に思ってますし、いやいや、そういうんじゃなくてね、やっぱりね、最後まで自分は信じたかったので、はい、あの合格することをね、まあここでやっぱり諦めたらやっぱりね、あの配置じゃないと、やっぱり配置はずっと頑張ってきたっていうのは自分でも、はい、自分なりには分かってたので、はい、ここでやっぱり最後までやっぱりあのそれでいきたいと自分でも思ってたわけで、配置はそれにその期待に応えてくれて本当にあの幸せでした。いや、ありがとうございます。本当に、いや、ね、いや大変だ、この動画は。大変大変大変じゃないよ。大変じゃないよ。ありがとうございます。あ、もう、それで自分のこの存在っていつ知ったんですか。あのですね、実はあのハイチが1年ちょっと前になんか新聞に大きく取り上げてもらったことがあって、はい、どの新聞、はい、かな、それを、でそれに建前市高校卒業というのが載ってたので、はい、ある先生が、はい、松崎先生この生徒知ってますかって持ってきた時に、はい、ちょうど先生がいた頃の生徒じゃないですかって、その時にすぐ分かりました。あ、本当ですか。あ、そうだったんですね。あれと思って、はい、あ、頑張ってるんだっていう、まあ、あの衝撃的だったんだけども、はい、それよりもなんて言うんだろう、すごい嬉しかった。本当ですか。あ、頑張ってると思って、はい、うん、まあ、先生にはね、まあ、なってなかったけれども、はい、あ、こういうことで教育にこう携わってくれてて非常にこう自分はすごい嬉しかったのを覚えてる。で、それを先生が持ってきてくれた時、それから僕は、はい、配置の、まあ、あのファンになって、もともとファンなんだけどね、ハイチのファンになって動画をよく見るようになりました。拝見させてもらうようになりました。いや、全然いいんです、先生いいです、大丈夫です。あの、ね、そんなそんな、それでそれで、それで、はい、まあ、あのハイチのダラダラジオもね、あのもうあれのファンでもあり、ね、あ、はい、あのやっぱりね、はい、あのいいなと、ありがとうございます、はい、勇気をもらってます。いや、よかった、うん、もう、そういう、そういう先生がいたわけです。あ、そうだったんですね、うん、当時、うん、先生におっしゃっていただいたこと、まあ、さっきもいろいろ伝えましたけど、多分自分ともう一人、まあ、ちょっと名前出せないですけど、うん、生徒、あのモノマネが上手なが、はいはい、まあ、教師を目指そうって言ってたんですよね、うん、はいはいはい、でそれを、まあ、同じクラスで言ったじゃないですか、うん、で先生にそれを話した時に、いつか自分の教え子が教師を目指すことほど教師にとって嬉しいことはないんだって言われた時に、じゃあそれがちょっと、まあ、当時はまだ分からなくて、まあ、先生が喜んでくれてるのは嬉しかったんで、あ、そうなんだと思ってたんですけど、でもこうやって一応ちょっと邪道というか違う道ですけど、教師、教育携わらせてもらって、今まあいろんな方が見てくれて、自分の姿見て学芸目指そうと思った子とか教師目指そうと思った子が出てきてくれて、
すごくその言葉が今分かるんですね。で、だからこそ自分がちゃんと教育やってるんだよっていうのを先生いつか本当お伝えしたくて、ちゃんと、うん、でも自分の中で怖かったの、正直学校現場では働いてないので、うん、だから自分のこの姿を先生が見た時にどう捉えるのかなっていうのがすごくあってですね、うん、ちょっとね、教員としては確かに、はい、あの気を使いすぎるところがあるんですよ、配置は、はい、やっぱりクラスの中でも、はい、それは決して悪いことじゃなくて、はい、ただ今こうやっぱり教員じゃないって、教員と立場じゃないんだけれども、うん、学びたいっていう人たちに向けてこうできるだけこう分かりやすい授業を、でしかもあんな丁寧な綺麗な字でね、はい、こう教えてる姿を見てもう本当に感激してます。私は素晴らしい、あ、ね、配置のいいところをこうあの思う存分こう出し切ってくれて、一生懸命こう全国の学びたいっていう人たちに向けて自分をこう出し切ってくれてるなっていう感じがしてとても嬉しいし、自分もやってみたいなと思うんですけど。あ、ぜひでやりましょうよ本当にそこ置きますからで、そう、それはね非常に嬉しい。いや、うん、嬉しいです。嬉しい、うん、なんていうかな、こう聞いてくれてる子どもたちだけじゃなくて、まあ、子どもたちだけじゃないですけどね、はい、こうご退職されてからまた学びたいと思う人たちとか、はい、子育てが一段落してね、はい、まあ、学びたいという人たちもたくさんいますから、うん、そういう人たちにとっても非常にこう貴重なものだな、救いになってるなってのは思うし、はい、それよりも特に子どもたちを心から応援している保護者の人たちに向けるこう話なんかもかなりあるじゃないですか。そうですね、はい、あれはとても僕は素晴らしいことだと思って、はい、うん、やっぱりあれをやっぱりああいう保護者のこともちゃんと意識しながらこう指導されてるっていうのは自分もそうなので、はい、うん、自分も授業をしてる時に目の前に僕の授業を受けてるのは子どもたちだけなんだけれども、はい、やっぱりその子どもたちを心から応援してくれてる保護者の方がいるので、はい、その保護者の方たちにものためにもやっぱりきちんとした授業をしなきゃダメだっていうふうに自分は思ってるので、はい、そういうのが非常にこう配置の授業から伝わってくるのでこう共感してます。素晴らしいなと思う、本当に気遣いが素晴らしいっていう、そこは非常に大事なところだなって自分は思ってるんですけど。ありがとうございます。本当にだからただ単に分かりやすい授業を綺麗な板書でしてるだけじゃない、はい、うん、だから、ね、まあ、それであれば他にも、ね、できる人はたくさんいるでしょうから、はい、だけどそれだけじゃなくてそれ以外のところまできちんとこう考えて、うん、いや、それ以外の人たちのね、まあ、多くの人たちのことを考えてやってくれてる、うん、で授業もね、はい、こんなの分かるだろうぐらいのそういうところはないですからね、はいはい、だから分かってないのが前提である教え方をしているので、はい、うん、これは素晴らしいですよね。ちゃんと人の、そういう分からない人の苦しみがよく分かってるなっていう、そういう授業は感心してます。いや、嬉しい。もうなんかすごいですね、自分が本当こだわってるというかところを全部おっしゃっていただけるので。いや、だけどそれはね、こうずっと1年365日配置の授業見てます、はい、なのでね、それは間違いなく伝わってきますね。どうしたらこういつまでもこう若くいられるのかなと思って多分ですね、今多分この写真を見てくださった視聴者の皆さんはそれは俺が逆に聞いていいと思ってくださると思うんですよね、うん、逆に聞きたいです先生。いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、いや、自分は年取ってますからね、もう35ですよ。全然もう本当に、いやいやね、はい、うん、でもどうしたら若くいられるのかなと思って、ですね、これ勝手な持論なんですけど、うん、別に何も特別してるわけじゃないんですけど、うん、先生されて教育に携わってる方ってお若い方っていらっしゃいません？いますよね。先生もそうなんですけど、うん、で自分そのお若く見える方と、まあ、老け込まれる方もいらっしゃって、うん、違いって教育士っていう仕事を楽しんでらっしゃる方との違いってずっと思ってて、うん、で自分は教育が本当好きでしょうがないんですね、うんうん、すごく好きで。よくわかります。ありがとうございます
でもちろんまあネットで活動しているので嫌なことももちろんたくさんありますけど、うん、でも総合を踏まえた時にもう楽しくてしょうがない、うん、多分YouTube で授業動画上げてる人間の中では誰よりも楽しんで毎日日々を過ごしてるのが、まあ、見た目が若いと思ってないですけど。若いですよ。本当ですか。ありがとうございます。本当にだって変わってないものね。いやいや、あの並べてきますから、ね、めっちゃ変わってますから。いやいや、あとね太った。そんなことない、そんなことない。辛いこともたくさんあるよねとかでいろいろ聞こうと思ってたんだけども、はい、動画とかね、はい、ダラダラジオを拝見させてもらうと、はいはい、だいぶそれは自分を勉強させてもらってるので、はい、ね、いや何をおっしゃいますか。大変なこともたくさんあるよね。まあそうです ね、カメラの向こうにはね、はい、こうたくさんの人たちがね、はい、こう配置にこう期待してね、はい、救われてる人たちがたくさんいるんですよ。僕もその一人ですから、ね。はい、もう本当に今日はありがとうございます。本当にありがとう、本当にありがとうございます。いやいやいや、本当にありがとうございます。先生、追い打ちをかけないでください。結構大変なんです今日。あのね、配置は気を使いすぎな、な、はい、配置は、はい、僕はね、何幾度となく言おうと思ったんだけど高校時代も、はい、ね、だけどもそれはもう配置の、まあスタイルだから、はい、まあ、配置はそれでみんなとも仲良くやっていけるし、ここ変える必要ないなと思って、はい、まあ本当にハイチはこう周りをこう全体を見渡すこう温かい周りが見えるこう大人だったなっていうのが僕の本当に正直な印象なんです、はい、ありがとうございます。いや本当に先生、多分何度か言われてるんですよ、お前はもうちょっと肩の力抜いて生きていけって。すごい覚えてますもんそれ、うんね、なんかだんだんやっぱ年を重ねてきて分かるようになりました、その肩の力を抜く良さというか、うんうん、か当時はなんか力を抜くイコールなんか自分が自分じゃなくなるみたいなのがすごくあって、なんか常にちょっと張り詰めてないと、そうなんか保てなかったんですよね自分が。ですけど、まあ3年生でそのさっきまあ担任になっていただいた時に、多分3年の時あれなんですよ、委員長やってたはずなんですよ。やってましたよね。やってて、あれはですね、もう絶対なろうと決めてて、もう2年生の時から、え、俺は多分先生に担任になってもらえると思って勝手に思ってて、でなってもらったら絶対委員長やろうと、そういうタイプでもないんですけどあんまり、うんうんうん、でもなんか委員長として1年間なんか委員長ってやっぱり先生とこういろいろ一緒に何かすることが多いので、そういう機会もこの1年しかないかなと思って、ね、うん、僕もね、はい、だんだん思い出してきました。確かに配置は自分が持とうと思いました。これはもう何人かはそういう生徒がやっぱり核になる生徒がいないと困るので、はいはい、うん、本当に。いや本当になんかその答え合わせができて嬉しいですよ。答え合わせがね。本当に。ただこれちょっと使えるか分かんないですけど、卒業式の直前ぐらいに、先生覚えてないだろうな、自分がですね、ちょっと奇抜な髪型をしてたんですよ。うん、で、うん、先生に、お前その髪型直せなかったら卒業式出さねえかな。そんなこと言ったんだっけ。あのね、他の子は覚えてる、僕は。あ、私の子は、だけど、ハイチは覚えてないな。それ言われて、うん、あ、自分の自覚があったんですよ。うんうん、あ、当時の観光、すごい高速厳しかったじゃないですか。うん、で、髪型も自分、頭髪検査一回も通過したことなかったですし、ね、毎回引っかかってたから。毎回引っかかってて、説教を受けてましたけど、で、なんか、多分ですね、結構短くしたんだけど、ちょっと後ろだけ長く残してたんですよ。あ、うん、やってて、うん、お前、院長だよなって。うん、わかるよなこの意味がみたいな、うんうん、卒業式出たいだろみたいなこと言われて、即翌日切ってきましたもん自分。自覚ありましたからね、良くないだろうなと思ってたんで、それさえもなんか嬉しかったんですよね。いやいや、すいません、なんかいやいや、ね、なんか甘ったれなんですけど、かまってもらえるのが嬉しくて、ね、どっちかというと、うん、なんかあんまりこう甘え上手な方ではないと思うので、こうなんか目にかけてもらって、その注意されることさえも気にかけてもらってるのが、うん、まあ、嬉しかったんですよね、自分の中では。そう、なんかそんな思い出があります。まあ、毎日毎日理想の授業っていうのを追いかけてるんですけど、はい、え、先生の授業のなんか理想とかこだわりというか、うん、ポイントってどこにあるんですか。こだわりね、僕はあの、まあ、もちろん分かりやすい授業とか、はい、板書をきれいに書くとか、はい、楽しい授業っていうのはまあ、大事だなと思うんだけれども、はい、やっぱりある程度のこう緊張感がないと、やっぱり自分はダメだと思って、はい、そうじゃないと、あ、今日の授業楽しかったで終わってしまう。そうならないように、
まあ、少しでもねいい授業を心に残る授業をしてあげたいなというふうに思ってて、やっぱり授業がダメだとつまらないし、はい、でそうすることによってやっぱりこう生徒たちが家に帰ってね、はい、親御さんとこう少しでもね授業の話が今日の授業はこんなだったよなんて話をしてもらえると、親子関係なんかもこういいこう会話ができるんじゃないかなって、そういうふうにそこの授業だけじゃなくて家に帰ってからもそういうふうに少しこう家族でねこう少し本当に少しでもいいから話題に出てくれると嬉しいなって思って授業はしてます。まだまだね自分の授業は自分がこう目指す理想のっていうか、これが理想の授業だって答えはおそらくないと思ってるんですよ、うん、はい、ない。ただそれに少しでも、うん、生徒のためになるような、まあ、それにこう少しでも近づけるように、まあ、頑張ってるというかね、うん、答えがないと思ってて、ないから追いかけてるんですけど、うんうん、まあ、これが理想の授業だっていうのがあるとね、なんか変な話ですいません。いやいや、いやすごい生意気、いやいや自分すごい今生意気ながらすごい考えが同じで嬉しかったんですよね。いやいや、なんか自分、教育、うん、でも子育てもそうなんですけど、うん、教育と子育てって答えがないっていうのが持論であって、うんうん、授業も、ね、うん、もしベストが決まってしまったら、うん、ね、みんなそれをやればいいじゃないですか。そうそうそう、でもベストなんかないし、で自分の中のベストだと思ってものがあっても、うん、近づいた時にはまた違うベストが出てきてるから、うんうん、おっしゃったように常に追いかけていくしかないんですよね、うん、そうそう、 でもそれが多分それを続けていくことが自分の成長だし、うん、死ぬ時に多分ベストな授業できたなって日はないんでしょうけど、ないと思うんですね、でもそれでいいと思ってるので、いいと思います、僕もそれでいいと思います。なので今先生から聞いてきながらはぁって思いながら聞いてましたけど、いやだけど本当にそう思うよ、はい、ね、それを追いかけるのがやっぱり大事かな。そうですね、うん、本当に授業を見れるの楽しみにしてます。ただ一個だけ不安があって自分が、高2かな高3の時に、うん、教育実習生が来てたんですよ、うん、多分先生の教え子の方だったんですよ、もともとで数学の授業、まあ、自分は生徒で受けてて、うん、後ろにいらっしゃって、うん、先生が仲良かったんですよね、無茶ぶりで公式を振ったんですよ、その実習生にで、まあ、実習って多分数学離れてて答えられなくってあ、俺もこれ見に来た時振られるかもしれんと思って、先生事前に単元だけ教えてください、予習してきましたんと俺大体ね、僕の授業、はい、たまにこう先生も見に来る、あ、はい、校長先生も見に来ることはあるから、ね、そうですね、その時も大体校長先生指名するんですけどそうするとそれはね、先生しかできないです、それ大丈夫かな、大丈夫かな、よし、ちょっと待って、じゃあ失礼します、座ったまでごめんなさい。松崎先生へ、まずは今回このような機会をいただきありがとうございます。2012年に YouTube の活動を始めてから、いつか先生に頑張っている姿を見せてお礼を伝えるんだと思い続けていたので、この手紙を書いている今でもどこか実感が湧かないのが正直な気持ちです。館林高校に入学した頃、私は教師という存在が大嫌いでした。中学生の時のある先生から受けた仕打ちが原因で、教師はみんなクズだと思うようになっていたのです。そんな私にとって松崎先生との出会いは衝撃でした。高1の自己紹介の時は外れの先生かなと思いましたけどそれでも授業を受けていると分かりやすくて、どんどん数学を好きになっている自分がいました。授業の分かりやすさももちろんですが、私は先生の板書へのこだわりが大好きでした。授業が終わった時に板書を一つの作品にするという考え方、黒板の消し方一つとっても、それらは今の私の板書のやり方に大きな影響を与えてもらいました。今の私があるのは先生のおかげです。まだまだ半人前ですが、これからも自分の信じた教育の道を進んでいきます。どうか先生もお体に気をつけて、これからも多くの生徒さんの支えでいてください。私も負けずに精進します。最後に先生、本当にありがとうございました。昔も今も大好きです。3-6卒業生です。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。後で封筒に入れて渡します。本当に私も同じ気持ちです。本当に、いや、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございました。2012年の6月1日に始めたんですけど、もう始めていつかって本当に初日からずっと思ってて、で、まあ、多分この動画で編集どうなってるか分かんないですけど、
何度も言ってるように正直本当不安だったんです。今でもやっぱ学校の先生から叩かれることは実は多くて、うん、学校の先生からは、まあ、教育を怪我している人間と言われることもあるので、もちろん先生がそう思わないっていうのは思ってるんですけど、でもどこかでちょっとこうがっかりさせたらどうしようと、教師になると言って卒業していったので、学芸に行って教師にならずにこういった道をやってる自分がどう映るのかなっていうのがすごく不安だったんですが、本当にお話できてよかったです。本当にありがとうございました。いや本当にだけどね、あの教師っていうのは本当に学校に来てくれる子たちには授業できるけれども、いろいろな事情があってね、学校に来れない子たちもたくさんいるから、ハイチの場合はそういう子にも対しても、こう非常にこうハイチの存在っていうのは救いになってるわけで、本当にあのハイチの授業がありがたいと思ってる人がいっぱいいるんだっていうことを自信を持ってね、あの学校に来てる子たちだけじゃないから、それと年代層もね、あの小学生や中学生だけじゃなくて大人の方もたくさんいらっしゃるわけで、ただ学びたいっていう、勉強したいっていうあの人のためにこれからもあのいい作品で授業を、いい授業を届けてやってもらえると嬉しいな。ありがとうございます、あとはね、あの、まあ、ダラダララジオもそうだけど、あれもやっぱり中高生っていうのはこう悩み大きい年頃だから、あえて聞いてもらえるだけでね、話をしてもらえる、一旦ハイチの場合はこう必ずこう一旦受け止めるから、一旦子どもたちの話を受け止めて、そしてそれをこう、考えながらこう子どもたちにこうアドバイスしてあげると、そういう、なんていうかな、そういう形は非常にいいよね。そうですね、一方的にこっちから言うんじゃなくって、まあ、それは自分も心がけてることなんですけども、やっぱり生徒の話っていうのは一旦必ずちゃんと聞いて、でまあこういういろいろなね、あの可能性を考えながら生徒たちには、まあ、アドバイスって言っちゃうとちょっと偉そうだけれども、こうサポートしてあげられればいいかなと思ってるのがこう非常に共感できるので、いや僕もいい教え子持ったな。自分も先生にしてもらってたことをしてるだけなので、いえいえ、そんなことないですよ。本当に本当にありがとうございます。ありがとうございました。